ぱキックとパンチがあるからやっぱ首に行くのって、はい、あの怖いし躊躇すると思うんですよ、はい、でこう止めてください止めてやっぱ何カウンターとか怖いじゃないですか、はい、まあもちろん蹴りもそうですけどじゃあどうするかって言ったらこう入るんですでこうやってとか例えばこれはこうやられるとパンチもそうですけど蹴りも出しづらいんですよ手あのあれ振り子が使えないから、はい、蹴りも大した蹴り使えないんですよ、はい、とかまああとは相手のやっぱり これがピストルだとしたらピストル避けながら入るしかないですよ、はい、なんかこうやって入る、はい、でこう押さえるこう押さえてこう入る、はい、こうやって来るそれに対してまたこうやってこうやってこうやって、はい、だと入りやすいのはやっぱりこうですよこう今なんですよ、はい、でこれでそうこれだとアッパー入らないじゃないですか、はい、でなおかつこれでどうするかこう相手のそうそうこうやって入るんですよこうそうそうこうやって入ってこうあちょっとすぐかなってこうやって入る、はい、よしして、はい、でこうかでこれも入ってまた取ってあれもしてもいいですし、はい、こうこのまま掴んでもいいですしそういう感じもう相手のこれを普通にこう取ります、はいはいはい、どっちかしたらこうなんていうんですか手の平手ではいはいはいそうそうで自分の手伸ばした方がいいです伸ばした方がいいですちあのなんていうんですかこう力ずくでこうやって押すんじゃなくて普通にこう、はいはいはい、こうだけ前蹴りもこの時点に当たるとこうなっちゃうだけどバーってきて普通にパッと伸ばすはい曲げてるといいいこの方が意外と強いそうですね、はい、そうそうそう腕を伸ばすこっからのこっからのさっきのこれでもいいし、はい、そう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 足がついていかないしね。なるべくこれ状態だけになっちゃうんで、はい、足で、さっきのパンチもそうですよ。足で、足で、わかりました。ってな感じです。じゃあよろしくお願いします。はい、あ、いいですよ。コンビネーション。おお。1分です。
残り15秒。はい、時間でーす。ああ、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ悔しい。小林さん、いかがでした？いや、もう、やっぱ圧力ありますよね。全体的な、なんですか、力っていうのが、ぐっと来られると。いや、それ一番格闘技大事なことで、やっぱり、こう、迫力ある人って怖いじゃないですか。そうですか。うわ、そうですね、はい。やっぱそれ勝つとき大事なことなんで、あと技術さえ磨けば、はい、で疲れても動こう動こうとするじゃないですか。だから上達するのは早いと思います。で8月にスパーリング大会出てください。頑張ります。決まったんですか？決まった。頑張ります。今までタッチとかですね、10年20年全く運動してない50代が、はい、私はもう健康のためにドライム道場入門しようって来た人には、はい、いきなりハードなトレーニングとかさせないですよね。もちろんですよ。そういう50代が多分世の中の7割8割だと思うんですよ、はい、運動もしないで50歳になったという人にはどんなアドバイスをしますか？アドバイスというか、そういう人が来たらなるべくこうミッドとか体重練習やらすようにしてますね。やっぱサンドバッグみたいに孤独な練習はすぐ飽きちゃうし楽しめないと思うんですよ。だからそういう初心者が来たら僕も一緒に運動します。はい、何回何回、はい、ジャンプ何回何回、そうやっていくと、そういうふうにするようにしています。僕もそれはもう引退して14年なんで、そんなに体力もないし、そういう人だったらこう一緒に付き合って一緒に運動して、ミットも必ず体重練習なるべくやるようにすると多分楽しめると思うし、僕もそうやるようにはしています。実際に40代とかで、40代、50代で入門して、はい、マイペースに続けてる練習生なんかは結構いるもの？います、います、います、はい、全然いますよ。だから、なるべく一緒に参加、例えば、プロの練習やるにしても、例えば、2人一組でこうやってぐるぐるミットの走ったりするのをやるんですよ。だけどそういうのはプロ同士でこうやってやるけど、6ラウンドやるとするじゃないですか。じゃあ1ラウンドだけ参加してくださいって一緒にやってやるんですよ。でやっぱり向こうのは体力ついていかないんですけど、でもそれはそれでこっちもこっちもプロの練習してるんだけど、逆に言ったらこう追いつかなかったらその人抜いてもう一回やっちゃうとか、そのぐらいなるべくこう一緒に参加させますね。そうしたら続いてますよ。だからああいう合同のが続くんですよ ね、 そうですね。ああいう初心者とかを、女子も、そう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 なんで、逆にあん中でプロ並みでバカみたいなやつたらみんな引いちゃうし、空気変わるじゃないですか。みんな来なくなっちゃう。そう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 。でその人もそうできないと思うんですよ。で実際でもあの中にチャンピオンとかもいましたけど、みんな優しく教えてくださいますね。そう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 、まあ、まあそうですね。だから別に年齢関係ないです。逆に子供のが扱いづらいですね。言うこと聞かない。